はい、こんにちは、誠です。はい、こんにちは、大です。今日もですね、20代のキャリアアップや企業に向けてのキャリカレチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日のお題お願いします。はい、自分はある程度何をしても一定の基準の成果を残すことはできるのですが、突き抜けられないのが悩みです。自分より最初は成果出せない同期がいつの間にかすごい成果を出していると、焦りと悔しさを感じてしまいます。まあ、どの分野でも突き抜けるためにどうしたらいいか教えてください。まあそこそこまでは行くんだけど、うさぎと亀的な感じで最初ガーッと行くけど、もうこう行かれちゃうみたいな。はい、ダイさんどっちタイプですか？こう先にガーッとやれるタイプか、コツコツタイプかで。多分、そこそこできるタイプなんじゃないかな。多分こういう感じだもん、多分。そこで慢心しちゃったり、飽きちゃったり、っていうのじゃない？はいはいはい、あんま良くないけど、だからこそちょっと秘訣を教えられるんじゃないですか？そうよね、起業前も、いいとこまでは行くんだけど、あとちょっとのところでオーナーになれなかったり、でまたちょっと戻っちゃってピンチになってもう一回頑張ってみたいな、これ何なんだろう。本当にまさにこの相談してくれた人とすごく似てるとこあって、途中で辞めちゃうことも結構多いんですよ。ゴルフもまさにそうじゃないですか。そう、結構いいところまで行ったのに、いいとこまで行ったけどまあいいかな、はいはいはい、でまた落ちてきちゃったり、そもそも、まあ、掃除とかたまにして、でもあとちょっとやれば全部終わるところで、まあ、こんなもんでいいかなみたいので、詰めが甘いわけです、ね、そう、本当に本当に、終わらせたくないんだよな。あ、終わらせたくないんですか？終わらせたくない気分が出てくるんだよね。謎でしょ？謎ですね、それは謎ですね。寂しいんじゃないですか？要は何かやらなきゃっていうのがあるでしょ、で何かやらなきゃっていう時にやる余計なことってはかどるの分かる？テスト勉強をやらなきゃっていう時 に部屋の片付けめっちゃ頑張れちゃう。そう、それありますね。あるじゃん、はいはいはい、だけど部屋の片付けやらなきゃでやる部屋の片付けってめっちゃめんどくさいでしょ。めんどくさいです ね、うん、ね、だけど勉強しなきゃいけない、でもそんなこと今やんなくてもいいのに部屋の掃除はそっくんじゃないじゃん、はい、その時やるやつって、はいはいはい、であれと同じ現象で、何かやり残しておくと、他がはかどるのよ。なるほど。なんかでも分かる気がします、だけど結局最後追い込まれてそっちもやるから、やらなきゃいけないことを全部成し遂げちゃうと、成し遂げちゃいましたで、今度部屋の掃除次やるってなると部屋の掃除めんどくさくなっちゃう、だからやらなきゃいけない勉強8割ぐらいのところまで行ったら、やんなくてもいい余計な部屋の掃除をやって、最後大ピンチになって、勉強の方も追い込んで気合でをやると、勉強も部屋の掃除も終わってるじゃん。結局じゃあ効率いいってことですか？だ、そう、そうなんじゃないかなと思って。良くないんだけど。なるほど、っていう感じ。なるほど。誠なんか最後にやっちゃう感じがするんだけどね。コツコツやれるようになりましたね。昔は苦手だったんですけど、で僕はそうですね、なんかあんまり求めすぎないようにしてるというか、顔をこうやっぱもう出したいって強く思うと、できてないことに対して結構いろいろ感情が出てきちゃったりするんで、だからまあ長期戦だと思って、まあ今ダメかもしれないけど、まあ腰据えてやってれば絶対どんどん進んでいくと思って、何事もいい先生を見つけて、モチベーションが保てる環境を作って、あとは継続さえしてれば、なんか全部のことがずっと、まあ、ビジネスもそうですし、まあ、筋トレとか、ファスティングとかもそうですし、ゴルフから、そう、ゴルフから英会話からいろいろやってますけど、全部同じパターンで勝ってるんですよ。ジムとかも、いつでも行けるジムに入ったことあるんですけど、結局自分で決めなきゃいけないから行かなくなるんですよ。今日行こっかなとかどうしよっかなって悩んじゃうんで、だから毎週行くとか、もうルーティーンに仕込んじゃって行かなきゃいけない状態で、そうですそうですそうです、でそこにちゃんと教えてくれる先生がいて、やっていくっていうのがなんか必勝パターンかなと思うので、そういう先生を見つけてコツコツやれるようにしていけば、ぐわっとはいかないんですけど、こうじり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 超えていくというか、なんかそれが必勝パターンな気はしますね。その質問者の人は自分一人でなんか頑張ってる気がしますね。自分一人で頑張ってる感じするね、ある程度まで自分でできちゃうから、でそこで先生がいないんで、そうかもしれない、そんな感じがするわ、でコツコツやってれて後から要はこう抜かしてくるやつっているじゃない、それは先生つけたりとか、人に聞いたりとか、
なんかこうそういう環境を自分で作ってるかもしれない、ね、そうですね、うん、コツコツやってる時って成果が出ないけどやってるじゃないですか、うんうん、先生ってこう、まあ、何事もこうしたらいいよとか、うん、今こういう時期だからみたいな、うん、もう見えてるじゃないですか、もうちょっと先が、うんうん、なんで安心してコツコツやれるんですけれど、うんうん、なんか一人でコツコツやってると、うん、本当にこれでいいのだろうかとか、結果がこう、ね、出ずに横ばいになった時に、ね、絶対あるからね、そういうとこ階段の踊り場みたいなところね、はい、でそこで迷ったり結果が出ないことに対していろいろ考えると、うん、手が止まってやめちゃうのかなと思うんですよね、うんうん、それはあるかも、うん、そうだわ、一人でやってるからだ、はいはいはい、うん、それはあると思います。はい、だってダイさんもゴルフ先生つけた時はやっぱりもうぐんぐん伸びてたのが、うん、そうそう、行かなくなってからやっぱりちょっとこう迷い出した感じするじゃないですか、うんうん、まあ、テニスは上手くなってるけどね、うん、先生いますもんねテニスは上達してます、テニスは上達してる、はい、まあ、でもそうだわ、そうだわな、そうですよね、うんうん、仕事においてもやっぱりいい上司だったりだとか、うん、結果を出してる同僚だとか、まあ、何かしらそういう環境をうまく使って、うん、やっぱやってることっていうのはやっぱ結構必勝法なんじゃないかなと思いますけどね、本当にそうだわ、うん、はい、そんな感じですね、はいはい。